松銀寺は、茨城県常陸大宮市にある臨済宗東福寺派の寺院である。3号は東華山。臨済宗東福寺派大本山東福寺の寺下松として、建治2年に、常陸国主後、佐竹常陸介義胤公開期、開山は、東福寺開山、円に弁円山と名を、直送りな聖一国師により改装された名刹である。山門は、元禄5年に建てられた、木垩葺東風屋根四足門である。また、常陸大宮市の文化財として指定されており、天保6年の火災にも焼失を免れた。JR 水郡線、常陸大宮駅下車、徒歩8分。常磐自動車道、中インターチェンジ出口22分。松銀寺山門、松銀寺古墳群上野小学校南南西の久慈側に東表する絶上台地上に分布している。神社の西側に土塁の跡がある。山門天保6年火災により大半を焼失したが、現山門、ご本尊、守護神ご本体は焼失を免れた。天保の火災から8年後の天保14年には、水戸藩の廃仏毀釈の措置により、廃寺、無住となる。その間、水戸藩主、徳川頼房公がご参拝になられ、首楼を寄進されている。しかし、その首楼も、戦時中の金属供出により失われた。大本山東福寺派、第299世館長坪森宗景鏡、大和直を中興開山とし、昭和27年に本堂を再建、本山より別格寺の寺範を授けられ復興を遂げた。ありがとうございます。